や本当に戻るしかないんですよこれ。何か取れましたか？何も。じゃあもう一回戻らさせていただきます。よろしくお願いします。では行きます。失礼します。お邪魔します。ね、すごい風が冷たい。寒い。俺もう耐えたこの寒さ。なんかね、真冬に約300メーターぐらい、300ぐらいだとは思うんですけどね、よくわかんないですね、僕にも。ね、もう本当にいい場所かなと思うかですね。超有名な心霊スポットだということで来てみました。ちょっと上向いて、この辺。確かにね、気配は感じてくるんですけど、若干ね、少しずつねピントが合わない時があるんだ。わからん。何かに反応してるみたい、この機械自体。寒い。お盆も過ぎたからだいぶでもなってるんですけど。いや、なことないぞこれ。映らんやろ多分。映らんや。もうごめんなさい、めっちゃ寒い。めっちゃ薄着の来たのが。でもね、腰のあたりが痛いんだよ俺。シュッ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 。相性いいのか知らんけど俺はあれやで、ね、うん、膝の痛みが良かった感じだよ。嘘。でもなんかいいなものが取れたらいいと思いましたが、いや世の中はそんなに甘くありませんね。ムイ君と二人でトンネルの中デートしてるようなもんです。何も見えすみませんでした。火星ちょっと早歩きして。早歩き。感じた。さっきと。いや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 。
もう出口ですね。なんか早く感じましたね。帰ってくる時早いね。ね。なんでやろう。やっぱ終わりが見えないって言われたの。一回目の最初に来る時は。出口に着きました。お疲れ様でした。入り口か。入り口に着きました。あざした。お眠りください。ご愁傷様です。